こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。本日はリクエストの多い名古屋帯の銀座結び、結び方、手順をご紹介していきますね。私自身、夏によく締める帯結びです。別に夏だけではないんですけれども、この銀座結び、夏じゃなきゃダメってことはないんですが、夏によく締める帯なんですが、その理由も後ほどお話ししていきますね。では早速銀座結びの結び方ご紹介していきます。ご紹介する前に、銀座結び手順はすごくシンプルです。ただバランスっていうのがちょっと難しかったりします。なのでぜひお手持ちの帯で何度かお稽古していただくのに、この動画を役立ていただけたら嬉しいなと思います。それでは結んでいきましょう。銀座結び、名古屋帯のお太鼓結びとかなり近いところが多いんですよね。なのでその3みたいなこともお話をしていきましょう。その前に、まず銀座結び、やりやすい帯とやりにくい帯というのがあるのでお話をしていきましょう。銀座結びっていうのは短い帯よりかは長い帯の方がやりやすいです。なので銀座結びを稽古したいなという場合は、お手持ちの帯の中で長めの帯でやってみてくださいね。それから染めの帯と織りの帯っていうのが、名古屋帯と分かれるんですけれども、染めのものよりかは織りで張りがあるものの方がやりやすいので、初めて試しますみたいな方は織りの帯で長めの帯でお稽古していただいた方がいいんじゃないかなと思います。もちろん慣れてきたら何ででもねできると思うんですけれども、初めてやりますとかあんまり慣れてないなという方はぜひお役立ていただければなと思います。ちょっとねクリップを忘れていたので、先にクリップをつけておきましょう。本当はやる前にねつけてくださいね。リアトップバストにつけます。で、手の長さ、私が今左手に持っているのが手、右手に持っているのが垂れになりますけれども、これは公式のようなものなので覚えておいてくださいね。この手の長さ、どのくらい手を取るのかというのが帯結びでは重要になってきます。今日銀座結びはだいたいふくらはぎの下からくるぶしぐらいまで取っていただくのがいいんじゃないかなと思います。まあ、もちろん帯の長さだったりとかにもよっても変わってくるとは思いますけれども、ちなみに通常の名古屋帯のお太鼓結びだと膝下からふくらはぎぐらいということで手の長さを取っています。まあ、そこが違いますね。では体に巻きつけていきましょう。ここは名古屋帯と一緒です。よいしょ、体にこうやってギュッて帯をつけていきます。で、邪魔なので真横に引いて帯をしごきます。左のクリップから右のクリップまで帯をギュッとしごいていきますね。もう一巻きいきます。左手、名古屋帯も銀座に限らず名古屋帯もそうですが、上の方を持つようにしていただくと帯がしっかりね体についてくれます。ここ曲がっちゃうとちょっと緩みが生じたりとかね、帯がするのでご注意ください。で、もう一回ここしごいていきますね。よいしょ。で、右のクリップでここ中心を止めてあげます。まだまだ名古屋帯と一緒になります。この帯の折り目、輪っかのところを右手で持ってクリップまでギュッと引き抜きます。そして輪っか折り目が外側になるように調整します。こっち向きですね。で、続きまして、まだ名古屋帯と一緒、左手が帯を持ち替えてクリップに向かって帯折って上げて手先をもらう。で、体に突き当てていきます。後ろで止めましょう。で、ここ開いていきます。この開いた時に、この下、今床についているところが垂れ先というふうに言いますけれども、この垂れ先が今私床につくぐらいの長さになってます。ここまで長くなくてもいいですけれども、まあくるぶしとか、それからふくらはぎの下の方までこれがあるとやりやすいんじゃないかなと思います。では続きまして、
銀座結びならではですね。ちょっとお話ししていきましょう。体についているクリップを一旦外します。そしてここの手、今後ろに回っていた手を体の前に持ってきて、左右こうやってバランスがいいように整えます。で、動かないように右も左もこうやってクリップで止めてあげますね。続きまして帯揚げを折っていきます。まあ先に折っていただいてセットしていただいててもいいんですけれども、まずこうやって半分に、縦半分に折る。それからまあ2分よ、ここを半分でもいいんですけれども、私はここからまた3分の1ずつ折って、つまり合計6分の1になるように準備をしておきます。で、ここ下タレを上に折り上げていきますよ。折り上げていって、今左手がここ、ちょっと分かりやすいように上に上げますね。ここの、皆さん上げなくていいです、ここに帯揚げを通したいんですね。銀座結び、なぜ涼しいのか、私が夏なぜ締めるのかっていうのは、今帯揚げを畳みましょうということでお話ししましたよね。帯枕、銀座結びって使わないんですよ。使わないので背中の接地面積が狭くなるから、なので私は夏によく結ぶ理由はここにあります。では帯揚げ中に入れていきましょうね。この時もこの両トップバスターあたりのクリップはいらないので外しておきます。そして帯揚げをここ胸元に入れていきましょう。この時極力ここ帯がまっすぐなるように帯揚げを胸元に当ててください。まっすぐってどういう意味かっていうと、実際に見えるか見えないかはまた別の話なんですが、帯の糸目に沿ってこの帯揚げが入れられるようになると、ここがシュッとまっすぐなってきます。そういうような心持ちでね、ぜひやっていただければと思います。では続きまして帯締めを入れていきます。帯締め、一体どの辺に入れたらいいんだろうっていうふうにね、思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんね。銀座結びは手順はそんなに難しくないんですけれども、バランスが少しお稽古が必要ですということで最初に申し上げましたけれども、銀座結びもふわっとしたこう応用な大きさがあるものがお好きな方もいらっしゃれば、コンパクトなものがお好きな方もいらっしゃいますよね。私はちょっと涼しく着たいので、ちょっと大きめに作るのが好みです。なので私はこの帯締めを突き当てるときに、だいたいこの帯下から手幅一つ分ぐらいのところを目安にして、こうやって帯締めを当てるようにしてます。もしコンパクトな銀座結びが好きな方の場合は、手幅1個よりちょっと短いところにこうやって帯締めを突き当ててあげるといいと思います。手幅1個、この辺かな。で、よいしょ、ここちょっと内側に曲げていくんですが、ちょっとしゃがみます。よいしょ。通常名古屋帯のお太鼓結びの時、ここの垂れ先、だいたい人差し指分ぐらいのところに帯の下線が突き当たるようになってるんですが、銀座結びはここ手幅1個しっかり取ります。その理由は後ほどお話ししましょう。そしてこのままキュッと上に上げていきます。後ろで仮結びをしていきます。やり方は名古屋帯の時の仮結びと同じですね。はい、よいしょ。横確認します。あ、ちょっと皆さん見えます？ここが、この余りの部分が長くて、ちょっとこんな風にここがちょっとへにゃんってなってますよね。ここ横から結構しっかり見えちゃうので、ここをね、綺麗にしてあげたいと思います。綺麗にするってどういう意味かというと、こうやって今こういう風になっていたこの内側の部分をちょっと下に折り曲げることによって、ここしっかりね、土台を作ることができたので、横からしっかり見えちゃうので、そういう風にね、やっていただければいいんじゃないかなと思います。で、今私結構ここの部分、羽の部分が長くって、
人差し指の長さぐらいしっかり出ちゃってますね。ここまで長くなくてもいいかも。私はこのくらいちょっと大きめに作りたいんですけれども、ここまで長くなくてもいいと思います。このあたりっていうのは帯の長さにも直結してくるので、人差し指の第二関節ぐらいもうこのくらいあれば十分なんじゃないかなと思うので、その分帯短くても結べるということになりますよね。この羽の大きさはお好みでありますが、私のようにここまで大きくする必要はないということはぜひ頭に入れておいてください。はい、では結べたので後ろに回していきましょう。たもとを上げて、でその前にちょっとここね、この羽が斜めにこういう風に落ちてる方がいいので、ここもう一回こういう風な力の向きで今引っ張りました。では回していきましょう。踏ん張って、体幹ぶらさない、いきます。よいしょよいしょ、だいたいまっすぐ来てるかな、大丈夫かな。はい、通常だったら名古屋帯のお太鼓だったら枕先にやりますよね。なんですけど今日は枕を使ってないので帯揚げを先にもう整えてしまいます。先ほど6分の1に曲げているので、おおよそ帯揚げって綺麗だと思うんですけれども、よいしょ、もう一回ここで丁寧に整えていきましょう。ちょっとこう背負いながら枕みたいですね、帯揚げを結んでいきます。よいしょ、この私は涼しくするために銀座結びを結んでいるので、そのまま帯揚げのままやっちゃうんですけれども、銀座結びをより綺麗にしたいなっていう方は帯揚げの中に腰紐、つまり仮紐を入れておいていただくと、そのあたり結構山が綺麗になる、ここの山がね綺麗になったりするので、綺麗さを求める方はそういったような工夫をされてもいいと思います。そのあたりは皆さんの優先順位によって異なってくるんじゃないでしょうか。中くるくるして中に入れていきます。で最後帯締めをしていきましょうね。その前に指を突き入れてシュッと、で帯締めを結んでいきましょう。これね、崩れたら全部今までのがおじゃになってしまうので、しっかりちょっとね前かがみ気味でやっていきましょうね。帯前のシワを取って帯締めを結んでいきます。よいしょ、帯揚げと帯締めの結び方、丁寧に解説している動画がね、別にございます。よかったらお役立てください。再生リストの中の無用着方教室の中でかなり詳しくご説明しているので、よかったらご覧になってみてくださいね。先ほど、ここ、帯締めを最後、すくい上げるときに、垂れの長さが、ちょっと、通常のお太鼓だったら人差し指分ぐらい、名古屋帯のお太鼓だったら人差し指分ぐらいなんですが、銀座は手幅1個取りますということでお話ししましたね。この手幅1個分ぐらい取らなきゃいけない理由はなぜかというと、ここが短いと後ろのおはしょりが丸見えになっちゃうんですね。帯締めが通っているところが名古屋帯だったら、このちょうど下あたりに帯の下線っていうのが来るんですけど、銀座の場合帯の下線がこの辺ぐらいまで上に上がってきてますよね。なので手幅1個分ぐらいちゃんと取ってあげないと、後ろのおはしょりが丸見えになってしまうということになりますね。銀座結び、こう後ろにこう張り出してますよね。その形がすごくこうおしゃれっぽいというか大人っぽい感じがすると思うんですけれども、注意点があります。こうね、背もたれにこうやって当たったりとかすると、結び方、結びそのフォルム、形っていうのがどうしてもぺしゃんこになってしまうんですよね。なのでもし椅子に座って、あ、後ろへこんじゃったかなと思ったら、この手の羽を下斜めにこうこちら方向にギュッギュッて引っ張っていただくと、この形っていうのが復活してくると思うので、ぜひここ斜めに下に持っていってみてくださいね。では結べたので一回りしてみたいと思います。手順はそんなに難しくありません。ぜひご自分の好きな形を見つけるためにお稽古を繰り返していただければなというふうに思います。内側が綺麗にいかないとかっていうね、ご意見もいただいたりするんですけれども、帯締めを当てる場所ちょっと上にする、ちょっと下にするっていうので、だいぶ内側の処理とかっていうのも変わってきます。ぜひお稽古を積み重ねていただいて、様々お試しいただければいいんじゃないかなと思います。
本日の動画が面白いなとか、お役に立てたようでしたら、高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。